頑張ってる人たちにたくさん会うことができました。自分もその人たちに元気をもらいながら活動できたことはすごく良かったなと思っています。都会にない田畑や山の美しさが佐伯の一番の魅力だと思います。でもそれも人の手がなくてはどれも美しさを保つことができないことが佐伯に来てよく分かりました。佐伯らしい魅力に多くの人が気がついて、それを大切にしていってもらえたらいいなと思っています。これからも元気な人がたくさんいる佐伯であり続けてほしいなと思っています。